さてと。なあ、そろそろさ、原稿資料の写真に変えねえか。冒頭5秒でなんちゅうメタ発言してるんすか。でもちょうどいいのありますよ、ほら。え、なにこれめっちゃええやん。急に何か始まったな。名列車で行こう、西武鉄道編、番外、あの日から10年。奴はとんでもないことになっていた。なぜなタイトル。みんなは2012年12月9日に何があったか覚えているだろうか。高橋一生32歳の誕生日、夏目漱石没年96周年、たけし軍団フライデー襲撃事件26周年などなど、まあいろいろあるわけだが。何言ってんすか？どれも周年が中途半端なんだよ。この日は新101系が本線を撤退するのを記念してさよならイベントを実施したんだ。もっと詳細に言えば、未更新者が西武から引退するってことね。最後の8両、1309F は快速の西武球場前駅として、2両は残ってたの全部くっつけて6両で西武園から本川越えと球場前を経由して横瀬まで運転するツアー電車としてラストラン運行。多くのファンに惜しまれつつ優待、という典型的な席別イベントではあったが、一つだけ特徴的と言えるのが、会場に、西武球場前に集まった計4編成全部が他社に渡ったことだ。1309F は一部中間車が廃車にはなったが、イベント終了後の12月17日、1309F が横瀬に改装。4両に減らして21日に小手差しへ返却。同月27日、リバイバルツートーンカラーで人気を集めた 271F が武蔵ヶ丘へ謎の改装。そして翌年の2月に 281F、285F、1309F の計8両が滋賀県近江鉄道へ向かった。ただ譲渡されて各地で全編成デビューするまで5年くらいかかってんのよね。271F は2013年9月、深夜に武蔵ヶ丘を出場。東道座の生贄は、こいつとなる。場所はやや離れて千葉県松戸市は常磐線馬橋駅。ここを起点として約 6km 先の流山までを結ぶ小さな路線、流鉄流山線がある。この路線は電化間もない頃から資本関係が皆無にもかかわらず西武の旧車を成就してて、所沢製造の西武車だと501系、551系、601系、区派線651、701系、801系、901系が改造されて使われていた。2009年からは新101系も順次流鉄に渡るようになり、701、801、901系から成り立つ2000系と3000系を置き換えていった。2005年につくばエクスプレスが開業して以降利用客が減少した結果3両固定編成を優先して除籍させるようになっていて、最終的に701系より若い101系、元い3000系が先に撤退し最後まで残ったのは2000系の菜の花となった。2013年4月、2000系菜の花号が優待。そして約半年後にやってきた代替車こそ、元西武新101系、271F、改め流鉄5000系菜の花だ。ここの連中は白帯に各配色をなされているが、菜の花号の幹緑の帯をまとって名称の通り菜の花の彩りを再現している。流山市を流れる江戸川土手に10キロ以上菜の花が咲くことが由来となっていて、最も人気のある車両かつ流鉄の目玉的存在となっている。ある日、悲劇は突然起こった。あ、もしもし、司令。あいよ、どしたん、話聞こか。5000号車壊れて動けないっすね。なんか、どっか適当に叩いてみて。昭和のテレビじゃねえんだから。昭和製の車両だ、可能性はある。救援車ください。平日夕方にヒレガサキで菜の花の雲波5000号に故障が発生し、自走不可能となってしまった。だが正直な話流鉄では故障が頻発しており、特に菜の花が不調気味らしいのだが、実はこの時の故障は非常にタイミングが悪かったのだ。というのも、流鉄は全部で5編成在籍。当時赤城と若葉が検査に回されており3編成で運用をしていた。平日ラッシュ時は3編成フル稼働で使うため、菜の花がくたばるとどうあがいても積むのだ。だがしかし、赤城の検査は雲波5003だけ終わって5103に取り掛かっていたところだった。5003と5005、色こそ違いど機能としては同じなんだよな。5105は問題ないんだろ？じゃあ代わりにとりあえずつけとこうや。そんなことしたら走行距離に降車で差が生じる。車両不足の運休でお客様に迷惑かけるのと走行距離云々どっちが大事なんだよ。流鉄の苦渋の決断。雲波5105は無事だったため、検査を終えていた雲波5003をくっつけてとりあえず難を乗り越えることにしたのである。国鉄を早期させる混色編成、話題にならないはずなどなく。むしろ、誰が最初に呼び始めたか知らないが、オムライス電車、と愛称が付けられ、思いのほか親しまれるようになったのだ。だが、ここで流鉄は明らかに調子に乗り始めたというか開き直る動きを見せた。まず、グッズを販売し出す。そして故障してた雲波5005は修復が終了し、残っていた検査分の雲波5103も終了。本来なら混色編成は解除してそれぞれ本来に戻るのが普通だが、ここでその2両をつなげて混色第2弾が爆誕。さらに、流山市在住の漫画家、橋本氏によるオムライス電車ヘッドマークを取り付けて運行を始め、これを黒歴史と捉えず沿線活性化につなげる試みに転換したのである。
本来は今年8月末までの運行予定だったけど、なんか普通に延長して今に至ってるね。だけども来年で菜の花が融鉄に渡って10年、夏に全般検査を控えているから少なくとも一旦オムライス終了の可能性がある。名物とかした今、これからの動向に期待が向けられている。西武秩父線40周年を記念して登場したツートーンカラー、271F。西武線を引退し、新たな色をまとって融鉄に渡り、そして10年経ち、現在このようなカオスな状態となっている。先輩は融鉄行ってみたいとか思ったりしてるんです？興味あるっちゃあるから、余生の候補には入れときたい。まあ8両編成のセカンドライフなんて改造に手間かかりすぎるし絶望的だとは思いますが。お前は俺にどうなってほしいんだよ。そっちもそっちで十分に絶望的だからな。十分に絶望的って何そのワード。この動画は、融鉄の提供ってことにしてみました。融鉄でぶらり旅、オムライス電車絶賛運行中。